今週はもう週刊文春しかないような感じになっちゃったんですよね、これ。これはすごい話ですね。すごいスクープですよ、これ。はい、はっきり言って。いや、なんか何週もやってるんで、うん、これ以上出ない話じゃんと思ってたら、そうそう、今まではね、はい、要するにまあね、愛人と、そう、あの両方ね、うん、家族、自分の家族と愛人と両方、両方とも、はい、大事にしてるみたいな、はい、そうです。しかももうその両方とも同じ時期に子供ができちゃって、うん、そうです、早くできた方と結婚したと。そうそうそう、なんかよくわかんないですね、この人もね。はい、そうですね。それで、そういう話を、まあ文春は、はい、前週刊新潮もあのお見合いの話をやりましたけど、はい、七五三にね、はい、そうです、そういう話をやってたんですよ。そうです。で、それはそれで、まあ女性にだらしねえ男だなとか、はい、ね、うん、逆か、うん、まあ、面倒見がいい、面倒見がいい、面倒見がいいっていう感じですよね、うん、はい、でも銀座のに入り浸ってるとかな、はい、いろんなあの話を聞くんですけど、はい、大丈夫かなと思ってたんですけど、はい、今回のこれはもうちょっと今までの、はい、このキャラ副長官批判の文春の記事とは質を異にするよね、これ。そう、全然レベルが違いますね、うん、はい、あの法律の話にもなってくる件ですもんね。前はそれは全然あのあ本人たちが納得してれば、まあ、あと政治家だからダメだろうという話だったんですよね。あとは本人たちが納得してればっていうレベルだったんですけど、でも今度こっちはちょっと簡単に言うと、はいはい、そのまあ、文春では X さんとなってます、はい、今の奥さん、はい、X さんが木原さんと付き合う前に結婚してたんだね、はい、あの安田種男という人と結婚してた、はいはい、だけど結婚したんですけど、うん、結婚してたんだけどちょっとうまくいかなかったこともあって、うん、今度はその Y さんというですね、はい、男性と、はい、これもその安田種男さんの友達でもあるらしいんだけど、 はい、それとも付き合ってた、付き合ってた、はい、こういう状態だったんですね、はい、そうです。ちょっと今ね、うん、みんな分からないと思うんですよ。分かんないんだよ。ちょこれ出してちょっとこれX 子さん、まあだから今の木原夫人が、はい、そうです。ですから結婚していた安田種男さんっていうのが、はい、惨殺されたと。そうです。とんでもない、あの血まみれになって死んでたと。はい、ね、はい。それでそれはその時点では、まあ、覚醒剤も服用してたらしくて、はい、自殺じゃないかっていうことで処理されたんだけど。そうです。これがおかしいっていうので2018年に大塚署 の、はい、その女性刑事がですね、はい、捜査を始めて、はい、当時 X 子さんに木原夫人と今の木原夫人と付き合っていた Y っていうね、うん、はい、そうですね、男、はい、この人もまあ種男さんとも友達だったらしいんですけどそうなんです。だからその、はい、とんでもないあの、はい、キャラ夫人なんですけど、ね、そうですね、結婚してながらですね、そうです、その友人とも付き合ってたと。そうですね、友人と付き合ってたというところで、 それで、はい、2006年のアルバンに親父がその彼に貸し、息子に貸してた車を返してもらおうと思って行ったら、いや安田種男さんのお父さんですね、お父さんがね、はい、その自分が息子に貸してた車を返してもらおうと思って、はい、深夜3時頃かな、はい、起きて行ったらですね、夜中の3時に目覚めて車取りに行ったら、はい、血みどろになって、血みどろになってですね、死んでた、死んでたと、はい、息子が、はい、うん、これちょっとね、うん、皆さん分かりづらいと思うんですよ。分かりづらいんだこれ。世の中にも俺が書いてるし、そうですか。死にどろになって死んでたんだ。はい、それでその、はい、X 子さん、今の木原さんの奥さん、はい、当時の種男さんのですね、はい、奥さんは、はい、私が寝、警察の調べに対して、私が寝ている間に隣の部屋で夫が死んでいましたと供述したと、はい。警察の見立ては、はい、ナイフを頭上から喉元に向かって刺したとみられる、その傷は肺近くにまで達していたと、はい。死因は失血死と。さらに安田さんの体内からは致死量の覚醒剤が検出された。警察の当初の見立ては覚醒剤乱用による自殺ではないかというものだったと。2階のテーブルと作業台の上で覚醒剤が入った約2センチ長のビニール袋が発見されたのですが、不思議なことに血が付着していた。刑事さんに何で血が付いているんですか、指紋は調べたんですかと聞くと、検証作業をしている間に怪我をして血が付いたんじゃないですかねと言っていたと。まあこれはお父さんが言ってる話、はい、で、結局ですね、葬式にもですね、はい、X 子さん、今の木原さんの奥さんは葬式にも来なかったんだよ、はい、妻なのに。そうですよね。で親父が一人でまあ葬式をやったと、はい、っていう事件があってですね、はい、その時は
結局はですね、事件そのものはですね、はい、終わっちゃったんですね。終わっちゃったんです。不審死の状態で、不審死の状態で終わっちゃったんですよ、はい、これを2018年に大塚署の女性刑事がですね、東京都内に 約104あるコールドケース、未解決事件のうち大塚署管内で発生した事案を掘り起こす担当で、この女性刑事が一生懸命調べた。身内の恥を晒すようですが、当時よくこれを簡単に自殺と見立てたなという思いです。確かに6年頃は今と違い、全ての事案に検視官を呼ぶこともなかった。その判断で自殺でまあ終わらせちゃったわけです。そうですね。だけど調べてみるとおかしいと、はい、そうです。こっからですね、はい、2018年から、またその再捜査が始まるわけですよ、はい。そこで浮上したのが、はい、その X 子さん、今の木原さんの奥さんと結婚していながら付き合っていた Y という男がいたわけですよ。そうです。で Y は当時その2018年の調べが始まった時点で、はい、覚醒剤取締法違反、はい、そうなんですよ、宮崎刑務所に収監されてたんです。両方札付きなんですよね、割と。そういう人と付き合った人が木原さんの奥さんなんですよね。それで警察が一生懸命調べて、はい、その何度も言ってですね、はい、Y さんからですね、こういう自白を得るんですよ。その供述がすごいんだよ、はい、自白が、はい、あの時 X 子から殺しちゃったと電話があったんだと、はい、そうですね、家に行ったら種男が殺されたね、血まみれで倒れていた、うん、どうしたんだと聞いたら X 子は夫婦喧嘩になって夫が刃物を持ち出してきて、殺せるなら殺してみろと言われたと。刃物を握らされたので切ってしまったと告白されたと、ね、はい、この供述により匿名捜査対策室、匿名捜査第一係を中心に30人以上の精鋭が集められて、事件は解決に向けて大きく舵を切ると、はい、こういうことがあったわけですよ、はい、それで X 子はその夫の葬式にも来ないままですね、うん、そうですよね、まあ、それで、まあ、縁はまあ切れてですね、はい、親父とね、はい、で種男さんの親父ですね、殺された種男さんの縁は切れてたんだけど、はい、それでその、後にですね、うん、まあ、子供がいるわけですから、はい、子供を育てるために銀座のホステスになったわけです、はい、でホステスになった時に木原さんと知り合ったわけです、うん、そうです、はい、それで殺したわけです、ね、木原さんとの子供もいるけれども、うん、安田種男さんのところにも子供がいるということで、うん、そう、それも育ててるんですよ、はい、そうです、育ててるということですね、うん、大変な証言なんだこれは。そうです、はっきり言ってこれはあの木原さんの、うん、と関係ないっちゃ関係ない、関係ない後からですからね、奥さんだからね、そうです、結婚する前のことなので、そうそう、木原さんは、うん、には関係のないことではあるんですけど、うんうん、その時に、はい、東大にデータを持ち込んで刺した時のナイフの角度による人体への影響などを徹底的に分析してもらったところ、自殺することは不可能ではないが不自然であると結論付けられ、はい、うん、他殺の可能性が高まったのです、うん、それで最終的にはですね、自宅で任意同行を求められたんだよ、はい、木原氏と X 子さんは生後間もない男児がいることを理由に一旦拒否で、木原氏の知人である弁護士に連絡したと。で結局子供のことを配慮し時間的な制約を設けるという条件で出頭することになったと、うん、だからそうです、木原夫人は事情を聞かれたわけですよ、うん、しかし X 子さんは事件には関与していません、記憶にはありません、分かりませんばかりで、その後5、6回ほど聴取を重ねたが有益な供述は得られなかった、はい、事件当日その Y ね、はい、愛人だった Y に電話を入れたことも否定したと、はい、時を同じくして木原氏も捜査員と複数回面会していると、面会って書いてある、まあ、事情を聞かれたっていうふうには書いてない、面会している、はい、で木原氏は刑事を前に女房を信じているなどと語る一方、次のように吐き捨てたこともあった、うん、6年当時に殺されたって、まあ、死体が見つかった当時にね、はいはい、6年当時に捜査してくれていたら結婚もしなかったし子供もいませんでしたよどうしてその時にやってくれなかったんですかと、そうそうそう、まあ、言ってたと言うんですけど、これ分かりません、はい、そうですよね、うんうん、いやでもそれは本音でしょうね、まあまあそうですね、はい、そうです、うん、もうあの、うん、あのそんなことそれだったらもう本音で言っててもおかしくない。